こんにちは、歌一郎です。今回もですね、前回に続いて、ジャーニー風の旅人の、続きで、光るシンボルが、全部で21個あるらしいんですけど、それを全部集めると、白いマントに着替えられるようになって、好きな時に、ジャンプができる、飛ぶことができるようになるらしいので、それを目指してやっていきたいと思います。前回ですね、チャプター1から4までは、できたので、あとは、おそらく光るシンボルがあるのはチャプター5と6だけかなと思います。なので、多分これ続けるってやると、チャプター5から始まると思うので、5、6と、やっていきたいと思います。はい、では、やっていきます。しばらく進んで、筒状の屋根の下に光るシンボルがあるってありますね。光る石、面白いですね。通常の屋根の下。通常の屋根の下ってどこだろう。ここじゃないよな。辺ではないか。あれ、ここじゃないね。ここではないか。この下ではないか。あ、これかな。なんか光ってる。あ、ここにあるっぽいね。飛ぶの使っちゃったな。もう一回チャージしないと。ちっちゃったね。ありがとう。OKOK。で戻って、よいしょ。
しょよいしょ。あれ、あ、飛びすぎた。よいしょ。OK。よいしょ。一個取れたから、その次は、昆布状の大きな布のあるエリア、屋根の下に光るシンボルだそうです。こっちかな？こっちに進んでるね。昆布状の大きな布。あ、この辺か。屋根の下、屋根の下ってどこだろう。あ、多分どっかこの辺なんだよね。この辺は違うかな。あ、上がれない。屋根の下、浮いてられるの面白いねこれ。この辺ではないのか。こっちではないのか。ここではないんだな。ここは登れない。この辺とかでもないんだ。あ、なんかあそこに光るものがあったような気が。あれ違うかな。あ、なんか光ってるね。あそこかな。あるある。ここの中か。どっちから行くんだろう。どっちだ。あれ。場所が分かんなくなっちゃった。よいしょ。あの上？どっちだ。あ、この中かな。ああ、登れない。もうちょっとだ。あれ、なんかすぐ方向が分かんなくなっちゃうんだよな。あの上か。上だよね。あれ？あれ？なんか進みすぎちゃうんだよな。あれ？難しい。
し、そこに登りたいんだけど、あれあれ難しい。なんでこうなっちゃうんだろうな。いけた。あ、やっと入れた。OK。よし。で、今度は、クラゲ状の大きな布のあるエリア。あ、次のとこだね。一番上の布の上に光るシンボル。一番上の布。よいしょ。あった。取れるかな。あれ。ああ。難しい。頑張れ。あ。エリア来て、こっちかな。こっち行ってみようか。こっち来た方かな。こっち来た方か。よいしょ。クラゲエリアに行って。
あれ見えない。怪物エリア、地中から巨大な怪物出現。そっかそっか、怪物のライトに照らされて、攻撃されるとスカーフが短くなっちゃうって書いてますね。確かにそうだったかも。全部なんか過去の遺物なんですかね。左側に壁画っていう風になってるんだけど、見当たらないか。お、出てきた。いやこれで攻撃されちゃうと短くなっちゃうんだ。あそこなんだろう。
壁画っぽいね。壁画発見。OK。ラスト直前。ラスト直前の左側にある柱の裏側にシンボルがあるみたいですね。ラスト直前。どこがラストなんだろう。とよくないんだね。お、見つかった？うん、怖。あ、見つかる見つかる。あ、見つかったか。見つかったか。うわ、あ、やられた。あ、短くなったね、これ。ぐわ。やられた。で、こっちでいいのかな。方向が分かんなくなっちゃった。うわうわうわ、隠れててもダメだ。え、こっちでいいんだろう。絶対見つかる。あ、おお、おお、見つかった。いやー、やられる。ラスト直前。あれ、左側の柱の裏、これでいいのかな。これかな。どれどれ、これじゃない。どれだろう。
これ柱ではないのか。あれ、これ戻れないのかな。これが多分ラストなんだよね。これの直前の左側。これ登れんのかな。取りすぎだろうか。違うっぽいね。こっちじゃないのか。左側にある柱の裏。ラスト直前。ここあの三角のやつがあるからね、ここがロストだと思うんだけど、これ降りてくる途中に入らなきゃいけなかったのかな。ここさっき回り込んでみたもんね。だろう。この裏、この辺ではないね。あれないね。さらにこっちじゃないよね、きっと。ちょっと中断して、先人の動画を見てきます。ちょっとお待ちくださいね。今ちょっと見てきたんですけど、やっぱり結構手前でしたね。一回また、このチャプターやり直します。はい、なので、あそこが2番だから、この正面のとこですね。よいしょ。よし。もう一回ちょっとやり直しましょう。
カーフが短いっすね。さっき撮ったので今回はもうスルーしていっちゃいますね。落ちる。まあいいか、今回はこれ取らずに行きますね。浮き上がんないと。あ、そうか、今オンラインに戻っちゃったから、誰か来てますね。あれ？こっちでいいのか？よし。あれ？長い。お、長いね。あ、落っこっちゃった。よし、こっちか。行こう。長くていいね。誰か一緒にいるときに光るシンボルを見つけたときって、それって自分の実績にもなるのかな。どうなんでしょうね。おお、来た。出た。怖っ。こっちでいいのかな。ん？待ってる？で、世界中からプレイヤーがいなくなっちゃったら、あれですね。
そのうち誰もいなくなるってことはあり得るんだよね。壁画、OK。こっちかな。あれ。こっちでいいの？あれ？どっちだ？シンボルはどこだ？どこ行っちゃったんだろう。こっちか。あれ、シンボルどっちだろうな。あっちなのかな。柱。やばいやば。え、道が分かんなくなっちゃったな。こっちでいいのかな。柱は多分この先なのかな。まだ先かな。景色が似てるからどこにいるかわかんないですね。柱。
これはもう、もはや柱ではないか。どう。この先はもう違う気がするな。あれ？こっちかな。え、違う。上。見てみますね。あそこだ。あ、あったあった。通り過ぎちゃってたのかな。 OK。 よし、じゃあこれで OK だ。ブリードかな。あ、チャプター5はよし。あれがラストのあたりかな。よいしょ。うわ、ここからもうやば、見つかった、やっぱり。うわ、2人に。2匹に見つかった。うわ、なお、あー、オッケー、危な、よいしょ。あー、でも他のシンボル、シンボルも一応取っといた方が良かったんだな。やっぱりあれですもんね、スカーフを長くしときたかったっていうのはあるな。まあいいか。光が、ここが6ですね、チャプター6。まず、左にある壁画
あれそうだよね、きっと。こっちじゃないよね。これだんだんと上に行けるようになったような気がしますね。オフラインにしよう。よっ。よし。壁画を起動して。柱にある足場に光るシンボル、足場に光るシンボル、どこなんだろう。あれ、水の中なんだね、きっとね、ここはね。あったあった、これだ。これが1個目ですね。足場の上の小さな札を利用してジャンプしながら移動し、2個目の壁画を作動か。あそこに。あそこでいいのかな。中央に見えるあれが壁画なのかな。違うか、あれかな。あそこまで飛べるかな。入るわけではないのかな。ではないのかな。よっ。ああ。やっぱり順番に回っていく感じか。あ、来ちゃった。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。
回そこからやり直すか。からよし飛んでってここに、あれ下手だ、なんか目測が誤っちゃうな。でもあんまり関係ない感じがするんだよね。よいしょ。もう、もう関係ないよね。よいしょ。水中に入って外周の部屋に。
そこが遺跡な、遺跡じゃないや、壁画だけど、どこだろう。あ、戻ってきちゃった。なんか周りの部屋のどこかに、光るサインが、光るシンボルか、があるっぽいんですけど、外周の部屋に光るシンボル、外周の部屋、どこだろうな。落ちちゃった。回収の部屋ってどこだろう。手前にあるんだろうな。どこだろう。先に壁画を作動させちゃおうか。どこなんだろう。外周の部屋、なんかあそこっぽい感じもするけど、難しい。
しいです。すごいですね。よいしょ、ここにうまく捕まるのが難しいんですけど。同じところばっかうろうろしてるな。よいしょ。ここで見ちゃおうかな。これどうだろうな。あれ？こっちか？あれ？あそこかもしんない。あれでも飛ぶかなこれ。あれ、あ、あったあった。あ、これだ。やったやった。 OK。 こ, れでほんで、あそこに行きたいんだね。はい、こう。よいしょ。あ、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 消えた、消えた。あ、白い人がいた。あ、消えちゃった。遺跡、遺跡じゃない、壁画にまた行きましょうか。OK。 よし、あ、大きい生物が現れて、この子が出てきた部屋に、どこだろう、出てきた部屋って。あ、この上かな。
この中にあるね、確かに。あったあったあった。ここにシンボル。塔の中央の部屋。出現した大きな生物が出てきた部屋、ここのことでよかったのかな。で、ここに壁画もあるって書いてあるんだけど、壁画はないね。そこに壁画が多分あるんだよね。ここかもしんない。こっちだ。ん？あ、ここだ、ここだ。ここに、あ、確かに壁画がある。オッケー。うん。壁画があって、で、ここにシンボルもあるっぽいんですよね。あれ？どこだろう？シンボル。ん？ここじゃないのか。ん？どれだろう？シンボル。あ、ん？違うの。どこだろう。
ったあった、これだ。 OK。 あ、超越、あ、多分これで全部集まったな。 OK。 で4個目のでさっき塔の中央の部屋に光るシンボルっていうのを取ったので、4個目の壁画を探しに行きましょうか。どっちだ、あれ、出口が開かなくなっちゃった。出口が開かなくなったね。とりあえず中入って、あれ、でも正面から、そうだよね、こっちだね。 OK。 この子の背中を使わせてもらって、よし、ここで壁画、これに乗っかっていけばいいのかな。よし、よいしょ。最後の壁画かな。お、っとっとっとと、よし、みんなに手伝ってもらって、 OK。 こちらへとできた。中央の、中央の塔の下層にある部屋に謎の生物がいるって書いてある。謎の生物ってなんだろう。下層、下層ってこっちかな。それをなんか見る必要があるかな。この下にいるのかな。ちょっと下を覗いてみる。ここじゃないね。仮想の部屋ってどこだろう。ここでもないでしょ。
こでもないね。仮想の部屋。あれもここ最仮想だよね。この人息続くのかな。その生物っていうのはよくわかんないけど、とりあえず行くか。よっ。ちょっと。よし。おしまいですね。あとはチャプター7に行くだけですね。ただ今回はもう光るシンボルを集めるのが目的だったので、とりあえずはここで、終わろうとは思います。とりあえずあっちまで走ってからにしようかな。雪が入ってきてますね。よし。じゃあこれで、チャプター選択のところから。あそこかな？よいしょ。ここまで。あ、こっちか。あれ？あ、こっちだ。
全部。おお、すごい、全部集まってますね。それで、あ、多分これでここで着替えられるのかな。お、あ、うわ、すごい、やった、白くなれた。それで、あ、で、あ、飛んで降りても、あ、ずっと飛べるってわけではないのか。で、飛んで降りてすぐに、あ、復活するんだ。なるほどなるほど、ずっと飛び続けられるってわけではないんですね。なるほど。うん、おほほ、うわ、楽しい。おお、なるほど、すごいすごい。お、すごいわ。よし、よし、じゃあ今回の目的はこれで達成ですね。ありがとうございます。また白マントの状態で、遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。また、お会いしたいと思います。失礼します。よいしょ、デスクトップ、ではまた。